ンポン。助けてー。ふへへへ。よし、アカネを避けて。アカネが死んでもいいのか。死なないだろ。サリン。あああああああ、アカネー。ジカラ、あら、ごきげんよう。人生でしょう。でもほら、これ身体2回のないスペシウム光線だから、ダメージないって。そんなんあるんか。あああああああ、よし、アカネは次は助ける。ちゃんと助けるから人質お願い。アカネちゃん。なんでこっち来た？嫌だけど。今度はもう一つの必殺技。アイスラッカーで勝負を決めてやるぜ。どうでもいいけど絶対嫌。大丈夫、これ切れない素材だから。全然切れないから。嫌です。しかもコントロールしやすいから確実に怪人のみを仕留められるぜ。ね、お願い。うん、絶対に嫌。わあ、助けて。ぐへへへ。よし、あかりちゃんを避けて。あかりちゃんが死んでもいいのか。バカに、人質を取っても無駄だ。このアイスラッカーなら貴様のみを的確に撃ち抜くことが可能となる。行くぜ。おおおおて、やば。あ、やっべ。おい、はい、てめえに。今日は落としたくない。やっぱちょっと緊迫感が足りないかな。そうだ、怪人役をハリボテじゃなくて葵ちゃんにするか。承知のすけ。はあ、それで緊迫感なんて出ると思わんがな。まあまあ、へい、どうぞ。はあ、わあ、助けて。無理、こいつがどうなってもいいのかな。別に緊迫感なんて出ない。はあ、くんかくんか。おい、早く助けろ。でさ、昨日顔の量産が止まっちゃってさ。受ける。おい、てめえら、だってウルトラマン役は来ちゃった。てめえ。あ、じゃあ私が怪人やります。はい。うははは、怪人だぞ。切り替え早すぎだろ。こいつがどうなってもいいのか。いやー、助けてー。人質も君なの？ほら、その子を離せ。くらえ。あ、なんで人質殴るんですか。同じ顔だからどっちが怪物でどっちが人質かわからねえんだよ。なんでよ、こっちの賢そうなのが怪人で、こっちのキュートなのが人質でしょ。どっちもただのアホにしか見えねえんだよ。怪人が現れたと聞いて。え、怪人が現れたと聞いて。いや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 、それは誤解で怪人なんかいませんよ。うわあ、ここに怪人がいる。助けてー。ちょーい、この怪人め、悪いことしちゃ。ですよ。いや、ちょっと待って待って待って。